マット・ヘイルズはアクアラング名義で活動するイギリス・イングランドのシンガー・ソングライター、ミュージシャン、作曲家、音楽プロデューサー。2010年にロサンゼルスに移住し、以降アメリカでの活動が中心。サウサンプトン出身。4歳の頃から家のピアノを使って作曲を始める。16歳の頃に作曲の勉強のための奨学金をウィンチェスター・カレッジから授与され、 年内に地震初の公共曲、ライフサイクルを作曲。その後、バンドを結成し、1990年の春にアルバムを制作するも解散。同年、して大学ロンドンで音楽を勉強するために、ロンドンに移住。1992年に新たにバンド、グラベルモンスターズを結成。年内に、バンド名をルースに変更し、1999年に、 アークレコーズからデビューアルバムハリスンをリリース。2000年の夏に再びバンド名を 45S に変更し、マーキュリーレコードと短期契約を結ぶ。以後、2枚のシングルを発表するが、2002年3月に契約を解除され、45S は解散する。45S の解散と同時に、ソロプロジェクトアクアラングの活動を開始させ、 2002年9月16日にデビューシングルストレンジビューティフルを発表。同曲はフォルクスワーゲンのコマーシャルにも使用され全英シングルチャート7位を記録。同年9月30日デビューアルバムアクアラングを発売。全英アルバムチャート15位を記録しゴールドディスクにも認定される。2003年10月27日2枚目のアルバム スティルライフを発売。同アルバムに収録されているブライターザンサンシャインはアメリカのテレビドラマシリーズ CSI 科学捜査班やアメリカの映画最後に恋に勝つルールに使用されるなどイギリス国内外で人気を集める楽曲となった。2005年にアメリカのコロンビアレコードと契約しアクアラングとスティルライフの楽曲から選出されたコンピレーションアルバム ストレンジビューティフルを同年3月22日に発売。ビルボードのヒートシーカーズアルバムチャートで3位を記録。その後多数のアメリカのテレビドラマに、アクアラングの楽曲が使用された。また、この作品以降自身の作品を呼びたアーティストのプロデュースやミキシング、レコーディングエンジニア、マニピュレーター等としても活動。2005年のフジロックフェスティバルに出演し、 ストレンジビューティフル発売以降2年間キャリーブラザーズ、トム・マクレーラと北米ツアーを行い、2007年3月に3枚目のアルバムメモリーマンを発売。同アルバムでは、ローズピアノ、クロッケンシュピール、エレキギター、ハーモニウム、ボコーダーなどの様々な楽器を使用。2008年10月7日、4枚目のアルバムワーズミュージックを アメリカのレーベルバーブフォアキャストレコードから発売。2010年にロサンゼルスに移住し、アルバムの制作を始める。同年4月20日、アルバムマグネティックノースを発売。以降アクアラングとしての活動を休止し、他アーティストの制作への参加を主に活動する。2013年5月、アクアラングとしてのアルバム制作を開始することを Facebook で発表。 2015年1月18日、アルバムテ0フューチャーズを発売。このアルバムは、アクアラングのファンであるディスクロージャーからの共作オファーが、きっかけで制作された。同年のフジロックフェスティバルへの出演が発表された。ありがとうございます。